次世界大戦中、ナチス・ドイツ武装親衛隊に所属した部隊である。ノルマンディ上陸作戦で事実上、壊滅した。一九百四十四年末期に、第五百二 SS 重戦車大隊として再編成されたが、一九百四十五年春の春辺の戦いで壊滅した。一九百四十三年、ソビエト連邦・ハインリヒ・ヒムラーの大隊視察時、一九百四十三年四月。 武装新鋭隊は東部戦線において新型の T ーガー I を運用する重戦車大隊の設立を命じた。これらの重戦車大隊は SS 装甲軍団に所属した。第 102SS 重戦車大隊は第 2SS 装甲軍団に所属した。当初、これらの重戦車大隊は一つの T ーガー I の中隊で構成されており、 それぞれが装甲軍団参加の SS 装甲師団に所属していた。1943年当時、第 102SS 重10戦車大隊当時は前進である、第 2SS 装甲師団ダスライヒ参加の第 2SS 装甲連隊は14両のティー i を保有していた。ノルマンディ上陸作戦で連合軍が上陸に成功した後、部隊はノルマンディに送られたが、戦闘によって、 ほぼ完全に壊滅した。1944年9月、部隊は再編成のために本国に送還された。そして、ジェーネラーガーにて、第500 SS 重戦車大隊として再編成された。部隊は、ティーガー2を保有し、オーデルナイセの戦いにおいて、ソビエト軍と対峙した。1945年のベルリンの戦いの間、部隊はハルベ、 ポケットに置いて包囲され壊滅した武装新衛隊武装新衛隊の編成。ありがとうございます。